どうなる日本企業、魂の事業、その承継の時間です。私はキャスターを務めます大隅のりえです。そしてお隣にいらっしゃいますのが弁護士法人虎ノ門国際法律事務所代表弁護士の後藤貴則先生です。まず冒頭ですね、元日に発生いたしました能登半島地震で、お亡くなりになられた方々にご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。本日のテーマですが、後藤先生が、有識者として参加されておりましたこのふるさとづくりについて考えてまいりたいと思います。なぜ、ふるさとづくりについて、考えたいかと思った理由についてちょっと述べさせて、いただきますと、2024年というのは、去年からずっと言われたことですけれども、世界中でこういろんなことが起こる激動の年になると言われてますね。と申しますのも、2024年がですね、2024年が、はい、今年は、投資も、激震するんじゃないかという、で、その大きな理由っていうものとして、その民主主義について問われる年になると、と申しますのも、世界主要国の元首の選挙が目白押しなんですね。選挙イヤーと言われてます。でちょっと調べてみたんですよ、どれぐらいあるのかなと思いまして、1月には、バングラディッシュ総選挙、でこの間終わりました。本日は1月16日なんですけれども、台湾総選挙で、2月にパキスタン、インドネシア、ロシア、3月ですね、申し訳ございません、3月はロシア大統領選で、4月に韓国で、インド総選挙で、メキシコ、6月にメキシコ大統領、議会選挙で、また6月に EU ですね、欧州議会の選挙で、ベルギーの選挙、南アフリカの選挙で、11月は日本にもどういう影響を及ぼすか、注目のアメリカ大統領選挙で、それからガーナ大統領、モルドバ選挙、ベネズエラ大統領選挙、こんなにたくさんあるんですね、選挙が。で、アメリカの選挙の結果、トランプが有力だと言われてますけれども、やっぱ不正選挙、この間の選挙のようにバイデンジャンプみたいなことが起こるかもしれない、その可能性もかなり高まっていると言われて、どんなからくりをが用意されてるか、きちっと民主主義における選挙ができるのかできないのかっていうのが不安な状況であります。で、その世界が揺れてるということを考えますと、日本も実は揺れてるんじゃないかという気がしてなりません。元日には地震が起きましたし、2日には、それに対する支援物資を送ろうとしていた海保の飛行機が爆発してしまうという、で5日には田中角栄邸も燃えるという、で、現職の、国会議員が、逮捕もっとされるかどうか分かんないですけど、でもやっぱり大きいことが立て続けに起きているような気がしてならないんですね。でだからこそ今振り戻ってっていうか原点に帰る、日本の文化を大切にするであるとか、里帰りされてふるさと行かれた方多くいらっしゃると思うんですけれども、ふるさとづくりというものについて考えたいと、それが本日 のテーマを選択した理由ですね。で、安倍さんの挨拶を読みますから、じゃあちょっとこれ変えます、2013年ですかね、から政府というか安倍さんの下でふるさとづくりの委員会ができまして、私にご縁があってですね、それの委員になりまして、特にですね、私はやっぱり弁護士だからでしょうね、ふるさとづくりの定義から始まって、ふるさとを守るというか、盛り立てるということはどういうことかということを考えているうちに、
あの私がかなりあの昔からやっている街道を歩くこととのふるさとづくりとの結びつきを考えるようになりまして、安倍さんに、そんなような話をして、まあ内閣総理大臣の補佐官をなさってた木村太郎さん、青森の選挙区ですね、はい、と仲良くなって、ふるさとづくりだけじゃなくてですね、街道を歩くということをですね、あのもっと盛り立てようという話になりまして、少しあのどういうことだったのかという安倍さん の, あのご挨拶という文章を読んでみますから、ちょっと長いかなと思いますけど、最近の日本を捉え、次の世代に思いをいたした時、国民の皆様一人一人が協力し合う精神、未来に向けた活力を取り戻す必要があると思います。私はふるさとを愛する気持ちを育むことは地域の共同体の連帯を確かなものとするだけでなく、日本人としての誇りを取り戻し、世界からも信頼される豊かな国としての我が国のさらなる成長につながるものと考えます。ところで現地にはふるさとの原風景を失われつつあり、私は活力の源であり誇りであるふるさとの価値を再認識し、次世代に伝えていくにはどうしているかを考えてまいりました。そこで人それぞれが所属する場所、ふるさととはどうあるべきかということについて、木村内閣総理大臣補佐官を中心にふるさとづくり有識者会議で議論を追い出してきました。地方創生元年の今年、ローカルアベノミクスを実現し、日本経済を活性化することが最大の課題となっていますが、それと合わせて内面に着目したふるさとづくり推進に取り組むことの重要性をもっとさらに増やしていくことになると考えております。このためふるさとづくり有識者会の皆さんのご提言や活動の成果などを ふるさとづくりの推進に向けてとしてまとめていただきましたので、皆様ぜひご活用くださいというのが、これ安倍さんの挨拶です。で、月に1回ぐらいでしたかね、あの官邸で会議を開きまして、委員全部集まって開きました。30人いませんでしたね、20人はいたと思いますが、それくらいの数でいろんな形であのふるさとを作っていくにはどうしたらいいかということを議論し発表したんですが、まあ、結局それがあのまとまっていって、日本的なあの一つの文化振興活動になっていくはずだったんですが、やっぱり中央官庁の役員の連中はなんだか知らないですけど、もうとにかく反対でしたね。ぶっ潰しにかかるという、まあ時間がある限りお話ししますが、で私はあのふるさとづくりのうちですね、あの街道歩け歩けというタイトルでですね、日本の旧街道をですね歩こうじゃないかというようなことを中心に提案してきました。何か、これはですね、これは私が撮った写真でしたがね、これ真ん中にあるのは馬頭観音ですがね、あの馬頭観世音の写真で、これ街道沿いによくあるんですね。それで右側の写真はどこだか自分も忘れてしまったんですが、左の下はこれ岩手山ですかね。あの私はいろんな街道を歩いています。岩木山ですね、あのいろんな街道を歩いています。で、それでその街道歩けの話を少しあのしてみたいと思います。あのまあふるさとの要件だとか法律家らしい定義なんかしてるんですが、まあそれはどうでもいいですから、あの大雑把な私 の, かいあの構想を言いますと、
街道を歩くということを中心にして、地方ごとにポイントごとにですね、ふるさと開拓地というものを作って国家的な補助を与えているということですね。でそれがある程度進んだら皆さん方がですね、江戸時代の参勤交代ではないけれどもですね、街道を実際自分の足で歩くというようなことが、なんていうんですかね、日本人の一つの国おこしの活動の一つとして定着するようなことにならないであろうかと、うん、いうふうにして、いろんな研究もしました。まず幕府直轄の旧五街道ですね、旧東海道、旧中山道、旧甲州街道、旧日光街道、はい、日光街道には霊平市街道も民部街道も含みますと。それから旧奥州街道、それは明治までです。で、それを中心にしてですね、出発点と終点の厳密な場所とかですね、街道の幅とか一里塚とか追い分けとか、木浦に設置されている主要な標識をは何があるかの開発というか特定ですね、それから街道沿いにはですね、いろんな一種の名所旧跡はもうそれすごい数あるわけですが、それのそれと街道との定着化、それから街道そのものが何であったのかをできる限りは研究しようと、うん、江戸時代は本当に武士たちが歩いてますよね、本当に歩いてますね、うん、でとりあえず私が歩いてきた街道のことをとりあえずお話ししようと思うんですが、はい、私が一番最初に歩いたのはどこでしたかな、これがこの私の持っている資料ではパッと分かんない資料ですけど、記憶で言いますと順番ではまず甲州街道はありだと思いますね。やっぱり幕府指定の街道の中では一番短いんじゃないでしょうかね。甲州街道というのは本当に甲府までですから、で出発のは日本橋です。指定街道の出発のはみんな日本橋です。でそこから出発してテケテケ歩いて、いわゆる今の甲州街道ですね、それをずっと歩いていくと、甲州街道を歩くとすごく江戸幕府の逃亡ルフント方針というのはよくわかりますね。何言ってるかと言いますと、江戸幕府はの戦いがある場合にお殿様は逃げ出すという方針を取っていたわけですね。でどっちに向かって逃げ出すかというと西へ向かって逃げるわけです。で、今でいうあれですね、甲州街道は逃げていくわけですが、ですね、歩かれたことした人はすぐ分かると思いますが、まず最初の山は高尾山ですね。誰でも知ってると高尾山にぶつかるわけですが、高尾山の中に本当にこう甲州へ向かってですね、どんどん歩いていくとどういう風になるかってことを知ってる人はまずいないと思います。今でも高尾山を登っていきますとですね、街道といってもですね、どんどん狭くなってくるんです。本当に狭くなってきます。幅はですね、1メートルないです。でそうすると人間の体の幅プラスちょっとぐらいの幅です。でそういうのが、ね、曲がりくねってずっとこう山の上を走ってるわけですが、なぜそんな風に天下の甲州街道が短くなったかというと、私の推定でまず間違いないと思うんですが、要するに逃げるんですね。逃げる時にはですね、街道は広くあっちゃかえってまずいわけですよ、逃げる対象から見ればですね、で幅を狭くして、行けばですね、その一緒に
走る人もいない、数が少なくなってくるだろう、この敵もめちゃ攻撃しにくくなりますね。本当にこれくらいですよ、それくらいです、ずっと今でもあるはずです。甲州街道が自然にそれだけ狭くなってました。で、甲府まで行く道はそんなに狭くはないですね、もちろんだんだん広くなってきます。またで、甲州自体が近いですから、甲州街道自体は、足見客の人だって一日でも歩くんじゃないでしょうかね、無理かな、私は一日で歩いたような気がします、忘れちゃいましたね。でもまあそんなに日数はかからなかったと思います。で、それで多分その次は中山道を歩いたと思います。中山道ですから、まあ、甲州街道合体して庄原を通って、美濃の方に抜けるわけですが、それから美濃へ抜けてからが大変ですね。美濃の平野の北側の山脈ですね、御嶽山が南に向かってほとんどトントンこう落ち込んでしまうあたりですね、そのあたりを通って大垣を抜けて岐阜を抜けて、順番おかしいですね、美濃を抜けて大垣を抜けて、関ヶ原を抜けてですね、琵琶湖にぶつかってそれから京都に入ってくるわけですが、京都の三条大橋を終点だと私決めてましたから、三条大橋にたどり着いて万歳したことを覚えてますが、であれを何日かけて行ったのかなと思うんですが、そんなに1週間かからなかったと思います。だから私は当時はですね、おそらく40キロは歩いてたと思うんですよ。ですから皆さんにその1日40キロ歩けって言われるとみんなびっくりするんですが、歩き始めると40キロぐらいどうってことないですよね。元気な30代40代の人だったら本当にどうってことないです。で大体ですね、その40キロ歩くったって一気に息を止めて歩く必要はないわけで、休み休み歩けばいいわけです。で街道歩きですから石ころもありますし、木の根っこもありますし、休むところはいくらでもありますから、で適当に自分の調子に合わせて体力に合わせて休みながら歩けば何十キロでも歩けます。1日に50キロ歩けって言われても歩けます。まあ、早く出て暗くなって宿に着くということになると思います。それからもう一つ言っておいた方がいいのは、私の歩くやり方っていうか方法ですね、それはそうですね、甲州街道の中山道ぐらいになってきますとどうしてもそんなに家を出まして、前の日に例えば高尾山のてっぺんまでは行って、そこからは例えば、タクシーを使って駅に向かって家へ帰ったというようなことであればですね、そんなことはまずなかったんですが、それこそ、まあ、仮にあったとすれば前回に歩を止めたところですね、それをちゃんと記憶しておきまして、そこまで次の日に行って、そこからまたスタートして歩き始めるというやり方です。自分では尺取り方式と呼んでたんです。尺ってご存知ですね、青い虫です、はい、がこう尺を取りながら歩いていきますね、あのやり方とそっくりなわけです。ですから甲州街道だったら途中で一泊した程度でしょうね、もうちょっと記憶ないんですけどね、はい、中山道の場合はやっぱり京都の前に三河に入るところでやっぱり休んでますね、それからどこだったかな、覚えてませんね、大津の近くでは泊まりましたね、その本当に何ですかね、日本が災害大国だっていうことを考えると、日本国家が主導して、ね、日本人全体の方たちが歩くことを教育と、歩く教育を受けるというんですかね、そういうご発想じゃないですか、開拓士、ふるさと開拓士っていう国家資格を、作って、で開拓士はもうとにかく街道のこと歴史のこと詳しいと。
で開拓誌が中心となって、まあ、小中学生であるとか高校生の授業の一環として、ね、歩く、ね、歩いて、歴史を知る、歩いて、地域の人たちが交流する、すごい素敵な構想だと思っていたんですけれども、なかなかで、あのしかもその街道に人が行き交うようになると必然的に道も整備されていくじゃないですか、うん、だからそのなんていうんですかね、だからなんだろう、災害マップを持ってその災害のその道を歩かないとかではなくって、もっと楽しく日本を知って実際自分の目で見て歩きながら学んでねっていうことを全国でやったらかなり変わると思うんですよね、すごく日本が。それじゃ あの街道と一言で言いますと、どういう街道が現在でも歩ける街道としてあるかということですね。それを簡単に言いますと、まずいくつ街道の数があるかということですが、北海道から始まって北海道のガーデン街道ってありますね、旭川から富良野を通って十勝ですか、抜ける冬スパ街道、冬スパ街道、スパってのは温泉のことでしょうね、きっと。それから旧奥州街道、東山道、旧日光街道、その次甲州街道、東海道、中山道、山州街道、下仁田街道、もう信州街道まで来ました、ずっと来まして、これは関西の方に宮津街道ずっと行って、島原街道は早いですね、日吉街道、薩摩街道、伊勢山道街道、伊予街道に移って、それから讃岐街道、はい、それから高松街道、私は四国はね歩いてないんですよ、多度津街道、土佐街道、中村街道ずっと行って山陰道に入って津和野街道ですね、でそれから沖縄に来て、沖縄はね街道らしい街道ないんですよ、沖縄の国神法政街道ですね、すごいですね、先生が今見てらっしゃるリスト62ですね、ありますね、全国に、このうちで私はやっぱり江戸時代の、はい、江戸時代に指定された幕府が指定してましたね、その街道は全部は歩いてるはずです、はい、だから関東周辺の日光街道だとか霊平市街道とかああいうのは全部歩いてますね、甲州街道とか、で有名どころじゃなくなってくると地図を入手するのがすごく大変だとおっしゃってましたよね。そうですね、私自身は作られてないから、そんなに地図を手に入れるのに苦労はしなかった、私地図をもうすごくたくさん持ってますからね、東京周辺の地図だけでも何十冊も持ってるんじゃないかな、はい、で全国の街道がある地図はまあ、あんまり大きいのは持ち歩きにくいですか、小さい地図が多いわけですけど、それはやっぱり何十冊も持ってますよ、で それを持って赤鉛筆を持っていろんな書き込みを私は、直にしちゃうんですね、そういうやり方でテケテケ歩きます。で、あとですね、街道の面白さを分かっていただくためにちょこっと私は経験してびっくりしたことを時間がある限り話しておきたいと思うんですが、私は天皇ですね、天皇陛下がですね、明治の初期の頃にですね、重臣たちを引き連れて全国を歩いてるってことは前から知ってはいたんですが、そうどういうふうに歩いていったかを歩いた道はですね、私たちがこう直で歩いて足で歩いてみますとよくわかるんですよ、驚くべきものがありますね。私は一番記憶に残ってるのはあれは岩手ですね、岩手ですね、盛岡の向こうですから、岩手からですね青森に抜ける街道という山があるんですが、有名な山じゃないですね、そんなに高い山じゃなくて、数百メートルの山ですね、それを登っていくとですね、
どん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 道がまた狭くなってくるんですが、突如として山のてっぺんあたりにですね、巨大なあの石の彫刻が現れまして、それをなんか字が彫ってありまして、それを見ますと、要するに明治天皇が大久保何がしするから何と書いてあったかな、その頃の政府の要するに大臣ですね、大臣を10人ぐらい書いてあったと思いますが、を引き連れてですね、山越えをやってるということが書いてある記事です。で、近くの村の人がぜひ天皇を拝みたいということで、来る山越えをして来る予定であったけども、何かの事故があって来れなかったっていうことが書いてあるんです。すごいですよそういう日が本当に山の本当の山の中にあります。だからあれを見ますと、明治政府というのは本気で日本全国を一つの国にまとめようとしたという考えがあったんだということがよく分かる、具体的に分かりますね、うん。それから石川啄木、石川啄木は私はどういうわけか大嫌いで、それよりもまあちょっと南の方にあるんですがね、その話はやめておきましょう。で、そういう明治天皇が巡行したということを示す日はあちらこちらにあります。で、それあれがその日本を統一していったんだろうという感じがします。だからあれですね、街道というのは江戸時代にどういうようなことをしていたかと、武士がしていたかということが分かる日は、日とか記念日ですね、そういうものはたくさんありますけれども、それよりもその明治に入ってから日本人は何をやってきたのかということが分かる日の方が多いんじゃないでしょうかね、数は。そういう気がしますね。それから街道歩きで非常に印象に残って皆さん方にお知らせしたいのは、数字を忘れちゃったんですが、そういう幕府が開いた街道っていうのは、天下の五街道っていうのは有名ですけれども、そういう街道以外にですね、力のある何て言うんですか、侍たちは自分の利益のために、自分の藩だな、藩の利益のために新しく街道を開いているということも知りました。で、そういう街道は1日に50キロぐらいじゃないですね、走るんですね、歩くんじゃないですか、走ってますね、飛脚たちが。それが分かる日があります、あちこちにあります。すごい距離を走ってました。1日は80キロぐらいですね、すごいですね。でも、だからその、安倍総理もお亡くなりになってしまいましたし、このふるさとづくり有識者会議も事業計画を作ったところまでで終わってしまったのが非常に残念でならないんですけれども、今本当にその冒頭にも申し上げました通り、激動の時代を迎えようとしているわけです。というかもう激動になってるんですね。そういう時だからこそ、そのふるさとを思うのではなくて、ふるさとを作っていくために何ができるのか、ふるさとづくり、ここにパンフレットがあるんですけど、いいなと思ったところをちょっと言わせてください。大切なのは心を寄せるばかりではなく、何かの形でそこに関わることです。小さなことでも構いません。そこに旅に出かけてみる、その土地の土産を買ってみる、そこに住む人と一緒に汗を流して働いてみる、それらの少しの関わりで心を寄せる気持ちが強くなり、それがきっかけとなってさらに深く関わるようになる。この繰り返しが新しいふるさとを作ります。
まさにこれが今必要かなと。少しだけ、はい、私たちが作った計画のポイントになるところを読み上げます、はい。第4歩け歩け運動の創設、これは私が書いたんですが、1歩け歩け街道の指定、担当大臣は江戸幕府直轄の5街道、すなわち旧東海道、旧中山道、旧甲州街道、旧日光街道、霊平市街道、民部街道を含む旧欧州街道、明治市まで、並びに江戸時代の参勤交代に使われた旧街道を中心地として、松見に記載した62街道を念頭に、北海道から沖縄までの新旧の街道を歩け街道と指定し、これを公表する。街道の指定はその支点、終点、位置、幅、一里塚。なんかすごい弁護士さんの書かれた文章って感じ、法律みたいですね、なんだか。そうですね、はい、一里塚、追い分け、旧来から設置されて主要の標識を示して、はい、街道の指定をするものとすると、はい、街道の指定は合わせてふるさと開拓地の行政法上の権限が及ぶ範囲を、その長さ及び幅を示してするものとする。ただしその範囲は地方公共団体の行政法上の範囲と一致することを要しない。この公文に書いたように、ふるさと開拓地のというその特別の国が指定する役人ですね、法的には、を指定しようとしてたわけです、はい。で、標識を、ね、整備したり、はい、地図を整備したり、歩道の整備ですね、案内開拓、ふるさと開拓地、その役人のことをふるさと開拓地というんですが、もちろん言葉ですが、優勝で特等で指定街道につき、成人及び大学生、高校生、中学生、小学生、児童に対し当該街道の案内に各個教育者となるほか、地場の技術、産業、産品、農耕の方法、漁業の方法、その他歴史等を解説することができる。開拓地よりも飲んだ小学生、中学生を含む地元民が自らふるさと案内人としての経験を積むことにより、経済的な潤いと地元の歴史に自信と誇りを取り戻すことを考えるということが書いてあります、もう一つちょっと私の好きなくだりですから、これだけ言わせてください。1、飛鳥時代以前から四国と東国を結ぶ街道が存在したことは知られているが、日本列島全域に街道と海路が発達したのは江戸時代における参勤交代制度によるものであった。かかる交通路の発達では各地に手工業、特産品を発達させ、宿場、神社仏閣、名所旧跡を保存させ、高度な産業文化を発展させただけではなく、その土地の文化的発展を立ち時期に運び、伝え、拡散し、それと交換的に立ち時期の産業的文化的発展物を当該地域にもたらした。つまり江戸の文化を各地にもたらし、逆に各地域の自生の文化を江戸に運ぶだけではなく、あらゆる地域文化の総合構成的な的発達を実現した。このため天皇制が時間を超えて縦に日本の国柄を貫いたのに対し、街道と海路は日本の骨格を横断的に形成した。この点でやめていきましょう。で、そういうようなことからですね、街道を非常に重んずることによって、日本国家を理解し、日本国家を、手で作っていく、道筋を精神的にも経済的にも物的にも連絡層を持って認識できるようにしないというようなところから始まったわけです、で、私は安倍さんの仕事とともに、この企画は頓挫したとものの一つであると思ってますが、この話をお聞きになって皆さん方なんか理解不能のなんか訳の分かんないものを聞いてるという感じはないと思うんですね。ご近所の話、自分のお父さんお母さんの話、自分 の、 家というものの話ですね、はい、そういうなんていうんですか、一つの広がりを持って日本というものを理解することは、理解することに貢献するものがあるだろうと賛同していただけると思います。から私はこの運動はまたいつか、そうですね、またいつかですね、自然に出てくるだろうと思います。それで一つ、国を待たずして一人一人、皆さんが一人一人ね、それで、これをとっておいてくださると助かりますが、
五街道魚沼区事務局か、横浜市神奈川区博楽5-10というところにあるんですが、これ後でもう取っておいてください。で、それですか、これですね、これに入ってますね、はい、で、これは私は直接連絡を取って、私が取ってはいないにしても私たちの仲間が取ってますね。でないとこんな地図あるわけではありませんから。だからこういうことを私が今喋ってきたようなことを本気になってやってる人たちがもちろんボランティアで あちこちにいるわけですよ、うん、でこの話を私の話を聞いてですね、自分もその5街道ぐらい60にある街道、日本にある街道60にはあります、間違いなく それくらいの街道で自分の家の近くですね、自分の県住んでる県 だけでもですね、歩いてみようと、歩いて何かを発見しようというような気持ちのある人は連絡を取っていただきたいと思うんです。ここで私はもちろん噛みますが、私がいなくたって私は弁護士の仕事を辞めようかと一旦は思いましたが、懲戒なんてことを食らいまして、まあアホらしくってですね、だんだん考えてるうちにアホらしくなって弁護士は続けようと思いますから、五街道にも関係することになると思いますが、すると、まあ、一応別にですね、各地で街道を歩くという考えで運動しようと人を募ります。自由にやってください。それで最後に付け加えておこうと思うんですが、歩くということは健康にべらぼうにいいってことです。で今病院へ行って医者から薬も処方箋をもらってですね、薬局で薬を買って飲んでいるという人がべらぼうに多くなっちゃったわけですが、一方そんな薬を飲めば飲むほど体は実は悪くなるということを言っている人たちもたくさんありますし、私は一時正しさ一時があると思うんです。そういう意見はですね、薬を飲むばかりではですね、体はやっぱりどっかなっちゃうと思うんです。で薬を飲むなというふうに私は言いませんが、飲むことよりも歩くということの方が意味があると思います。で、確かにですね、若い人にですね、1日に30キロ40キロ歩けって言うとですね、最初はびっくりしちゃうかもしれませんが、別に自分の足のことですから、最初は歩けるだけ歩いて、でどっかに印を打つか、その印を覚えてですね、電車に乗ってバスに乗って、帰ってくればいいわけです。で次に行くときはですね、その目印のところまで電車かバスか車か何かで行ってですね、そこからまた歩き始めるというやり方を取ればですね、取っていけば一日に何十キロ歩くというのはそんなに難しいことじゃないということが分かってきます。でそれを数年間続けられれば自分の体がどんなに強靭になったか分かると思います。それじゃあ今日はこの程度で終わろうと思いますが、はい、いいですか、はい、それじゃあ、はい、ご視聴ありがとうございました。よろしく。